リアルレーシング3はエレクトロニックアーツ開発のスマートフォン及びタブレット端末向けのレースゲーム。アイコンはヘネシーベノム会後のフロントが映されている。エレクトロニックアーツ社がスマートフォン及びタブレット端末で展開している同名シリーズの第3作目にあたる。開発元は同社のスタジオの一つであるファイアモンクススタジオ。 今作は従来とは異なり基本無料ダウンロードでアイテム課金制をとっている。また発売元がエレクトロニックアーツに変更されている。細部までモデリングされた実在するマシンとサーキットを舞台としたドライビングシミュレーター系統である。3種類のステアリング方法から選べる。次にアクセルを自動または手動にするかが選べる。ブレーキは手動のみ。またトランスミッションについては ドラッグレースを除き基本的に自動で行われる。初心者向けの機能としてドライバーアシストがある。使用しても別にペナルティはないが、期間限定イベントでは強制的に解除されることもある。このうち外観を見ただけで判定できる損傷箇所及びマシンへの影響を上げる。最高速度ダウン、加速力ダウン、グリップ力ダウンのアマチュア、プロ、アマ、プロ、エキスパート、マスター、 エリート、レジェンドと順番に分けられている。該当マシンをフルアップグレードすることにより解放される限定シリーズもある。レースでトロフィーを獲得し、次のキャリアレースを解放していく。達成率が25、50、75、100%でボーナス報酬ももらえる。モータースポーツには、ナスカー、フォーミューラ1、フォーミューラ E、サプルカー、ユーロトラックマスター、 イムザテッド、イムサプロトタイプ、エンデュランス GT、レーシング、エンデュランスプロトタイプ、と実際のモータースポーツで活躍する、レーシングカーなどが登場する。26のサーキットが収録されている。そのうちメルボルン以外は実在するサーキットである。表記は、ゲーム内に従った。うちは時間帯を表記している。無表記のものは昼間のみである。カップ1 ON 1、一 o n 1 エリミネーション、タイムトライアルでは、ローリングスタートとなる。バージョン9.3時点のマシンは、以下の通り。R3 スペックは、ゲームオリジナルのカスタマイズマシンである。またフルアップグレードで限定シリーズが開放される、マシンには ES をつけている。なお、ナスカーとフォーミュラ E に関しては、同名の車両を、チーム別で使用しており、性能も、 微妙に異なるが社名自体は差別化されていない。そのため、各チームの補足説明を入れている。リアルレーシング3、イグン、2017年10月25日閲覧。グエン、ユベール、エヌビデアシールドレビュー。バーギスも、2017年10月25日閲覧。EA ブリングズリアルレーシング3イントゥー、ブラックベリーワールド4ブラックベリー10。 クラックベリー、2017年10月25日閲覧。https a p p s a p p l e c o m j p a p p シ reel-racin-3 g スラッシュ it556164008 レビュー、リアルレーシング3アップシュップ、2017年10月25日閲覧。注目アプリレビュー、リアルレーシング3すんません。 スマホだからって舐めてました。ファミツー。2017年10月25日閲覧。AB。リアル。タイムマルチプレイヤー FAQ。ファイアモンクス。2017年10月24日。閲覧。ありがとうございます。